はい、皆さんこんばんは。仏教神話研究会の秀明彦でございます。よろしくお願いいたします。いつもご視聴いただきありがとうございます。はい、今回の動画の検証は久しぶりに驚愕的な検証をやってみたいと思います。日蓮は本当に不治不正義を説いたのかということですね。はい、大石寺旧世日蓮の義作教義かと、まあ、こういう検証でございます。日蓮は本当に不治不正義を説いたのかっていうのは、この不治と不正を両方説いたかどうかっていうことですね。だから不正だけ説いて不治を説いてなかったら不治不正を説いたことにならないわけですよね。本当に不治不正両方を説いたのかと、こういう検証でございます。はい。で、じゃあこれを検証するにはまずどこを検証しなきゃいけないかっていうと、まずやっぱり日蓮の言い分を検証しなきゃいけないということですね。はい。で、その不治不正を説いたかどうかっていうね、ことを検証するにはまずね、この方々の供養を受けざるとかですね、そういう単語が使われてる言い分があるわけですよ。はい。それはどこに載ってるかっていうと、まずここですね。まず一つ目。南無法蓮華経と唱え奉る者は方々の供養を受けざるは、貪欲の病を除くなりという文があります。はい。これは音楽伝にあります。はい。続いて二番目。方々の供養を受けざるをもって不戦世間法とは言うなりというね。これはお香聞き上げにある文でございます。はい。続きましてはですね、諸仏も諸人も方々の供養をば全く受け取りたまわずと文がありまして、これは任意経御所でございますね。はい。続きまして、方々の供養を受くべからざることというのがあります。はい、これは日光ゆりかおきまでありますね。はい。こうやって見ますとですね、もうこの動画サイトをずっとご覧になっていらっしゃる方はもうお気づきだと思いますね。はい。音楽伝、お香聞き書き、二池五所、日光ゆりかおきま。これは、いずれもですね、大石寺旧世日蓮の義書であるという検証を過去動画でやってますね。はい。日蓮の言い分ではないということでございます。だからこれは日蓮が言ったことじゃないということになるわけですね。はい。で、まあ、音楽伝が大石寺旧世日蓮の義書である検証はですね、もういっぱい動画ありますんで、音楽伝、大石寺旧世日蓮義作の検証ということで、再生リストを作ってあります。その中にいっぱい動画入ってますね。はい。それから、お香聞き書きが大石寺旧世日蓮の義書であるというのは、動画451、動画464でやってます。二池五所が大石寺旧世日蓮の義書であるというのは、動画1109でやってます。それが日光ゆりかおきもんが大石寺旧世日蓮の義書であるという検証は、動画483、動画490でやってますね。はい。で、これは過去動画でやってますんで、そちらでチェックをしていただければと思います。下に概要欄にリンクを貼っておきますね。はい。はい、続きましてはですね、これですね。ただ、神言、禅宗、念仏者等の方々の供養を除き去るべしという文がございます。これは、常明上人ご返事という異文でありまして、これは中山法華経寺に日蓮の真筆があります。でありますので、これは日蓮が説いた文ですね。はい。で、これはですね、平成新編御所伝書の1116ページに載ってるんですが、ちょっとこの前後の文をちょっと検証してみたいと思うんですよね。はい、これが平成新編御所伝書でございます。はい。常明上人御返事っていうのはこれですね。はい、ここに載ってます。ちょうどこの赤鉛筆でなぞってある、このラストの部分がそれに該当するところですが、こんなことが書いてありますね。それ、劣れる仏を供養するになお91項に金色の実となりぬ。優れたる経を供養する世主。一生に仏の位に入らざらんや。ただ、神言、禅宗、念仏者等の方々の供養を除き去るべしというふうな文面なんですけども、これはね、その仏がその方々の供養を除き去っているんだという意味であって、弟子旦那に対してその方々の供養を受けてはならんということを指南している文ではないですよね。
はい。だから、この文をもって日蓮がその不儒を説いたと、不儒不正を説いたということにはならないんじゃないかなというふうに私は思いますね。はい。はい、続きまして有名な文はですね、立正安国論にありますね。はい、もう立正安国論も中山法華経に日蓮の真筆があります。はい。で、立正安国論に2つの文がありますね。はい。これも有名な文であります。はい。一つはですね、涅槃行のごとくば、たとえ土脈の苦を許すとも、方々の背を許さず。はい。もう一つはですね、農人の芋の教説は、すなわちその背を富むという文です。これも有名であります。はい。で、この文をよく読んでみると、日蓮は、その方々、つまりまあ、要するに念、日蓮が言う念仏、真言、禅とかいうね、その方々のところに、背をしてはいけないよということを説いてるわけですね。だから、農人以後の教説、すなわちその背を富む。つまり、その、不正を説いてるわけですね。背をしちゃいけないよと。不正をしちゃいけないよということだから、この不正は説いてるわけですけれども、不儒、その、他宗からですね、その、不正を受けてはいけないという、この不儒は説いていないわけですね。はい。だから、立正安国論の文を見ると、不正は説いているけれども、不儒は説いていないということになるわけでございます。はい。はい、続きましてはですね、これです。日蓮は鎌倉の土説法で未入信の不正を受けていたと思われるんですよね。日蓮は初期の頃からですね、鎌倉の市内で土説法をしていたと。辻説法するとですね、要するにその日蓮の説法に反発して石、上目が尺というふうに仏法では言ってますけど、まあ、石を投げつけた人もいたんですけれども、逆にその、お賽銭を入れた人もいたということですね。で、このお賽銭っていうのは、いつ頃からあったかっていう研究があるんですけれども、まあ、これね、もう鎌倉時代にはあったんじゃないかと。まあ、室町時代には確実にこのお賽銭というのがあったということなんですよね。だから、鎌倉時代にもあったんではないかというふうに、な説があるんですけれども、まあ、これちょっと確定的じゃないんですけどね。ただし、まあ、辻説法をやっていたわけですから、そのいろんな人が、そのいてですね、日蓮に共感する人もいて、そういう人は、そのお賽銭を入れていたと思われるんですね。だから、日蓮自身も未入信の不正を受けていたというふうに考えられるわけです。さらにその他にですね、日蓮は、伊豆流罪中に船森弥三郎から、供養を受けていたと。あるいは佐渡流罪中に阿武坪から、不正を受けていたということでございますね。特に船森弥三郎からは仏像の不正を受けたということで、その仏像はずっと日蓮がお亡くなりになるまでずっと肩身離さず持っていたということは有名でございますね。はい。だから、日蓮は、その自分自身がですね、その、未入信の人から、不正を受けていた、供養を受けていたということがあったわけです。はい。さらに、日蓮滅亡の六老僧もですね、他宗へ の, その不正、まあ、他宗に対して不正をしてはいけないよということは説いているけれども、不儒は説いていないと。ということですね。有名なところでは、覇気実長の三家の方々ってなりますよね。まあ、神社に参詣したとか、神社に寄進したとか、念仏道場を造立したとかいうものがありましたけれども、これは、その他宗に対して、不正をしたということを方々だと言って、その、六老僧が非難したわけで。だから、この不正は、方々だと言ってますが、その、背を受けたということはなかったですよね。はい。そういったことがあると。いうことがあるわけでございます。さらにですね、そもそも仏教の布教をしていく上で、他宗の信者から、不正、供養を禁止することはもう不可能に近いというわけですね。もう、要するに布教をやっていくんだから、その未入信の人から何かしらの供養があるわけで、不自由ということを言っちゃったらですね、その布教することはもう不可能になってしまうということになるわけですね。はい。で、ありますので、まあ、物理的に言ってですね、その布教をやっていく上で、不自由を解いていたらですね、布教なんかもうできなくなってしまうということになるわけですね。はい。
さらには日蓮が、まあ、一代の布教の中で、強調して説いたのはこの不樹じゃなくて伏せの方なんですよね。この立正安国論にありますように伏せは説いているけれども不樹は絶対禁止だよということは説いていないということですね。だから伏せだけ説いていると不樹は説いていないということになるわけでございます。はい、そうするとですね、日蓮を宗祖とする諸門流がありますね。日蓮宗門史上で初めて不樹不正義を説いたのは一体誰かということになるわけですが、これは通説ではですね、久遠上院日清という人でありますね。この久遠上院日清という人は、鍋かぶり日清という名前で非常に有名な方でございます。はい。1407年から1488年の方でございますね。まあ、室町時代でございます。はい、そうすると、もう、まあ、お気づきの方は、まあ、いらっしゃると思いますけれども、この鍋かぶり日清、1407年から1488年の方は、ちょうど、これまたですね、大石寺九世日中とほぼ同年代、同時期の人なんですよね。大石寺九世日中は1402年から1482年の人ですから。もうほとんど同じですよね。で、大石寺九世日中がホスにあったのが1419年から1467年、1472年から1482年までですから、まあ、ほとんど鍋かぶり日清と被っているということでございます。鍋かぶり日清という人は、1442年、夏吉2年に、三大秘宝章の写本を書き残しているということで、これも有名でございます。この三大秘宝章っていうのは、大石寺九世日中の辞書ということで、これも過去動画で検証しておりますね。はい。で、この、鍋かぶり日清の写本が、現在のところ最古の写本というふうに言われております。はい。一番古い写本ですね。はい。で、この1442年という年は、ちょうどこの大石寺九世日中が京都転送した1432年からちょうど10年後に当たる年ですね。はい。だから、どうもその大石寺九世日中が三大秘宝書を見せられて、それで、それがきっかけで、どうもこの写本を残したんではないかというふうに思われるわけですよね。はい。まあ、そういったようなことをやってるのが鍋かぶり日清なんですが、じゃあ、大石寺九世日中は、不樹不正を説いたのかというと、説いてるんですよ。はい。大石寺九世日中も、日中記念書で、不樹不正の義を説いてるわけですね。はい。で、それはどこで説いてるかというと、記念書の第25条ですね。はい。不樹集約教書第1巻の64ページの。はい。これが、不樹集約教書第1巻でございますね。はい。これの64ページ、はい、第25条はこの一番最初のところに載っておりますね。はい、はい、ちょっとこれちょっと細かいんで、こちらに書き出しました。こんなことが書いてあります。はい、他州難事定力、防世とて、諸州の供養を受けずんば、何度他州の作る道、他州の隠る橋を渡るや。これを答えるに、かの道は法華宗のために作らず、また法華宗のために架けざる橋なり、久保の道、久保の橋なりな家に法華宗も、あるいは念を定し、あるいはくじをなす、ゆえに、不快の道を行くえに、坊勢とならざるなりと、書いてあるわけですね。はい。つまり、他宗が、まあ、大石寺門流に対して難事て、こんなこと言ってきたと。防世と言ってですね、他州のからの供養を受けないんだと、大石寺が言ってるんであれば、なんで他州の作った道とか橋を使って渡ってるんだというふうに、こう、難事て言ってきたということですね。それで、それに答えるには、その角道は、その法華宗のため、つまり大石寺門流のために作った橋でもなきゃ、大石寺門流のために作った道ではないんだと。それは、まあ、くじ。公のですね、幕府とか、あるいは大名がその作った道であり、橋である。だから、防世とはならないんだというふうに答えたということで、つまり、大石寺九世日中もこうやって、諸州の供養を受けないんだという、その不樹不正を説いていたわけですね。はい。この、
音楽ね、お香聞きがき、日経五章、日光ゆかりお着物のみならず、天衣装でもですね、こういう文が残ってるわけで、明らかに大石実況戦日中もこの数値不正義を解いていたということになるわけです。はい。そうすると、富士を捨ての義を解いた始祖、初めて解いたのは、じゃあ鍋かぶり日清なのか、それとも大石自給性日中なのかということになるわけですが、富士を捨ての義を、その、解いたとされる、大御船、お香聞き書、日経五所、日光ゆかりお着物は、これ、ことごとく、大石自給性日中の基礎である。で、鍋かぶり日清は、大石自給性日中の義祖、三大公書の最後の写本を書き残しているわけですね。はい。しかも、1440年に立正帰国論というのを表して、足利、時の将軍である室町幕府の将軍、足利義教に対して歓迎してるわけです。まあ、それがきっかけになって、鍋かぶり日清がひどい弾圧を受けて拷問を受けたということになるわけですが、まあ、これもですね、大石寺旧姓日中が1132年に京都転送しておりますんで、どうもこの日中転送の後追いをしてやったんではないかというふうに思われるわけです。ちょうど日中の京都転送よりも8年後のことですからね。はい。だから、鍋かぶり日清という人は大石寺旧姓日中からまあいろんなことを知ってですね、それで、まあ三大飛行僧の茶本を書き残したり、立正帰国論を表したりして、足利義教に対して、その、歓迎したりしてると。いうことで、どうもその、大石寺旧姓日中の後追いをしてるんじゃないかと。いうことになりますんで、そうすると、この富士を捨てに、もですね、事実上の始祖というのは、どうも大石寺旧姓日中の可能性が大であると。富士を捨てにもですね、その、鍋かぶり日清が大石寺旧姓日中から影響を受けて、それで、唱えたんじゃないかということになるわけですよ。はい。なので、どうも、この富士捨て義を最初に説いたのは、大石寺旧姓日中の可能性が大であるということになるわけでございます。そうしたらですね、なんでじゃあ大石寺旧姓日中は富士捨て義を説いたのかということになるわけです。はい。それは、まあ、二つの理由がありましてですね、一つは、唯一一人決裂掃除を受けた、大石寺発出のみが多聞流の知らない秘密の方も知ってるんだということで、大石寺の方が優位なんだと、大石寺の方が上なんだということを示すという目的があったんじゃないかということですね。はい。だからこの鍋かぶり日清もその大石寺日中旧姓日中からですね、そのいろいろその三大法書を見せられたりですね、大石寺旧姓日中が大石寺文領の優位性を示したということですよね。だから、その音楽伝、お香聞き書き、日経五章といった日蓮異聞と称するものも、多分ここで、鍋かぶり日清に見せたんではないかと思われるわけですね。はい。はい。次は第一番の理由です。二番目はですね、大石寺文領の信者を他宗多聞流から引き離して、隔離状態にするためだ。つまり、大石寺文流の信者を多聞流の寺院とか神社に行かせないためにこの富士不正義を説いたんじゃないか。なんでこんなことを言ったかっていうと、まあ大石寺旧姓日中は多聞流からですね、いろんなものをパクってるわけですよね。赤字の門とか楽伝とかですね、まあ、いろんなものをパクってると。で、多州寺院に行ったらそのパクリがバレてしまうわけですよ。はい。なので大石寺文流の信者を他宗多聞流から引き離すためにこの富士捨て義を説いたのではないかということになるんですね。はい。そうするとですね、この富士捨て義を最初に説いたのが大石寺旧姓日中だということになると、まあ江戸時代にですね、日蓮教義の純粋性保持を旗印にした日蓮宗富士捨て派がですね、まあ禁圧されてもう弾圧されたわけです。で、多くの犠牲者が出たと。これが明治維新まで続いたわけでありまして、まあこういう歴史を振り返ってみますと、この富士捨て派のおびただしいこの弾圧による犠牲というのはですね、大石寺旧姓日中が生んだ犠牲であるという言い方ができるんじゃないかなというふうに思いますね。はい。
まあこういって大石寺旧世の戯作教義っていうのが、とんでもない、犠牲を生んでいるということになるわけでございますね。はい。ということで今回の動画の検証はですね、日蓮は本当に不自由捨て身を解いたのか、大石寺旧世日蓮の戯作教義かという検証をお送りさせていただいてございました。はい、ご覧になられました皆様はどのように思われましたでしょうか。またご意見をお寄せいただければ幸いでございます。はい、それではまた次回の動画でお会いしたいと思います。本日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。